録画。おはようございます。 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今回はですね、神奈川県横須賀市にある海風公園に来てます。今回は日本のスケートパークを制覇するその35ですかね。で、神奈川県も多分ね、もう半分ぐらい制覇してきたなっていうところで、で、今日はこの後海風公園、まあこのまま海風公園滑って、その後本牧ってとこ行って、その後新横浜行って、3県回ろうかなって感じです。さっさとね、神奈川県を制覇して他県の方に出ていきたいかなって感じです。それでは海風公園滑っていこうと思います。行ってみましょう。はい、というわけで横須賀海風公園でした。で、まあここは目の前が海なんでね、たまにっていうか風が結構すごかったりします。でもね、午前中とかね、朝だと結構風もなかったり、まあ日によるんですけど、あんま風ないことが多いんで、まあ午前中がおすすめですかね。はい。で、まあセクションはコンクリートで、まあ角がステンレスでって感じで、まあ、そんなね、セクションも大きくないんで、こうなんかあっち行ったりこっち行ったりみたいな、こう流す感じのスケートパークですね。土日だとね、バスケットの人がワンサがいたり、キックボードがワンサがいたり、ブレイブボードがワンサがいたり、もう結構とんでもないことになるんで、土日はね結構混みます。ここは今日もだって平日の朝6時、まあ今7時なんですけど、まあすでに 4,5 人はいるっすからね朝なのに。
なので、まあ、そういう朝活とかしてる方もいるんで、まあ、人がいないってことはなさそうですね、ここは。なので、基本的に人はいます。まあ、メインのコンクリセクションの他に、奥にもね、ちっちゃい、レールがあったりとか、まあ、そういうビギナー用のエリアはあるんで、まあ、スペースはいっぱいあるんで、なんかこっち混んだらあっち逃げて、こっち混んできたらこっち逃げてみたいなやると、多分そんなにね、混んでる時でも割と滑れるんではないかなと思います。というわけで、日本のスケートパークを制覇するその35、横須賀海風公園でした。で、このまま、この後は本木スケートパーク行きます。なので次回は横浜の本木スケートパークから始まると思うんで、次回もお楽しみにというところで、以上 TBTB でした。ご視聴ありがとうございました。